4レース1予選1、1着になりました吉田選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は車番も悪い中後ろからになりましたけども、あのあたりはどういうふうに見てましたでしょうか。まあ後ろになる確率高いなと思ってたんで、まあ一回しっかり切ってから、まあ、レース展開作ろうと思いました。まあ、あの辺は突っ張られるところも加味してしっかりとっていうところですかね。まあ多分ゆっくり行ったら突っ張られてたんで、そこは勢いつけて、で塚田中選手が来たところ、松井選手はすぐは来なかったと思いますけども、あのあたりはどう見てましたか。はい、まあ松井さんも2社なんで多分そんなすぐには来ないなと思ったんで、まあホームあたりで来ると思ったら来たんで、まあ、そこはスイッチしてっていうふうには思いましたけど、まあ、しっかりとそこスイッチしたところ、まあ、牽制が入って、まあ、内を入っていけましたけども、あのあたりの判断っていうのは、まあ、体が自然にっていうところなのか。まあ、あそこまで持っていくと思わなかったんで、まあ、あの外行ったら絶対勝てないと思ったんで、そこは瞬時に判断で打ち行きました。まあ、最後まくりに行ったあの仕掛けたあたりのタイミングとかっていうのはどうですか。出た感じも合わせて、あのバックでちょっと休んじゃったんで、もうその辺もったいなかったですけど、まあ、1回バック踏んでからもう1回行ってまくり切れてるんで、まあ、状態いいかと思います。まあ、昨日は1日お休みしてここから5走になりますけども、まあ、そのこの後に向けてっていうのは何かありますか。まあちょっと昨日休んだ分体ピリッとしてないんで、まあ今日でいい刺激だったと思うんで、まああと4走連続ありますけど、気持ち切らさずにとりあえずケアに集中して頑張ります。まあ、これは3年前も取ったタイトルの大会で、まあ、賞金ランキングも11位と、まあ、いいポジションですけども、まずはしっかりと一層一層決勝に上がるところからって感じですね。そうですね、まあ、まずはそこまでいかないと話にならないんで、まあ、あんまり気にせず目の前に一層頑張るだけです。わかりました。では残りに向けて意気込みを最後にお願いします。はい、一層一層頑張ります。応援よろしくお願いします。